警察によりますと、上越市の溝口道弘容疑者は先月、市内の工事現場からプラスチックやゴムで覆われた銅管、およそ70キロ、89万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対し、溝口容疑者は間違いないと容疑を認めています。銅管は県内の中古買取業者から押収され、 溝口容疑者の自宅からは盗んだとみられるケーブル類などが見つかりました警察は転売目的とみて動機や魚材を調べています県内では金属類の窃盗が去年より増えていて被害額は5650万円余りに上っています